第1試合20分一本勝負を行います。青コーナー181センチ、80キログラム、リングス U5 キャンプ、上山龍騎。赤コーナー181センチ、99キログラム、リングスイギリス、リー・ハスデール。レフリー和田良学。第1試合です。ハスデルか上山か。金原さん、はい、身長は181センチで同じ、しかしウエイトが19キロ差、はい、99キロのハスデル、80キロの上山、はい、この差大きいですね。そうですね、あの10キロ以内の体重差っていうのはまだ大丈夫だと思うんですけど、はい、大体20キロ近いとちょっときついですね。きついですか、はい、上に乗られた時とかかなりきついと思います、はい、しかし熊久保さん、はい、オーストラリアでこれはもう U インター時代から含めてのプロ初勝利を挙げた上山選手、はい、これはもう凱旋帰国という形ですよね、うん、まあ、あの上山選手ですね、はい、あの過去の試合を見てもですね、こう守りが非常に硬いというか、はい、その攻撃する姿勢がですね、ちょっと今ちょっと見えない時あるんですよね。ですからまだ若いんですから、はい、もうとにかく今日は攻めて攻めてですね、攻めまくるというですね、攻撃する姿勢を見せてほしいですね。両者がっちりと握手です。今第1試合開始のゴングが鳴りました。初手上山一旦ステップバック、左が飛んできます。ローアフェイント、ももを狙っていきます。中に入って一発右小手。金原さん、どうでしょうこの小手。そうですね、やっぱり、はい、ハステルやっぱりキック上がりなんで、カウンター狙ってると思うんですよね。だから上山としては小手打つと見せかけてタックル入るのがいいと僕は思うんですけど。ああ、そうですか、はい、そのタイミングを伺っているのか上山龍騎。そうですね、あとやはり19キロの体重差、ありますからね、電気で勝負するのはちょっといい策とは言えませんね。ちょっと厳しいものはありますか、はい、はい、あとですね、上山選手、こう体勢がちょっとこう前にこう行ってる体勢じゃないですか、構えじゃないですか、はい、だからハスデルは、ね、膝蹴り得意ですから、はい、膝蹴りに気をつけた方がいいですね。はい、ハスデルは先日のイギリス大会滑川を7分33秒ノックアウト勝利を奪っています。タックルに来ました。足めがけてタックル、上山。さあ、グラウンドの展開になりました。サイドに回っていく上山龍騎、サイドポジション、しかしインサイドガードの足を外していきました。ハスデル、上からガブル。ハスデルです。リングスイギリスのハスデル。ハスデルはもうオランダ大会、イギリス大会含めまして10戦以上戦っています。ただ負けの方が数的には多いハスデルです。このままフロントスリーパー狙いでしょうね、はい、ハスデルは、はい、さあフロントからネックロック、あるいはスリーパー、相手の体を固めてましたね。入ってますね。ちょっと危険になります。外れました。抜けました、抜けました。拍手が大きく起こっています。大阪府立体育会館、上山龍騎。さあトップのポジションを取りましたが、ガードポジションを取っています。下からリー・ハスデル、脇腹に細かいパンチ、上山です。2分です、2分経過です。金原さん、はい、どうでしょう、いいポジションを上山は取りましたか。そうですね、今ハーフガードなんで、片足は左足は挟まれて、そうですね、右足ですね、はい、ハーフガードポジションを捉えています。はい、どうぞ。上山としてはもうパンチをコツコツ当てながら、はい、腕関節か膝十字が狙いに行きますね。あ、そうですか、はい、このボディへのパンチ、グラウンドでも OK です。ルール上有効です。足も狙ってきました、上山、ね、膝十字を狙っていきます。いいですよ。オーストラリア大会、デニス・ケファリナスという選手と戦った上山龍騎、プロ初勝利を収めた試合、4分40秒、やはり膝十字でした。こちらが上山、早速足を狙っていきます。体を起こそうというハスデル、そしてパンチです。金原さん、はい、このグラウンドでのボディパンチが有効になった、はい、戦い方はやはり変わってきますよね。そうですね、今なんかでも
膝がもう伸びれば完全に決まった状態だったんですけれども、はい、やっぱりハステルは脇腹にボディを、はい、あのボディパンチを2発ぐらい入れただけでやっぱり上山外しましたからね、はい、かなり効いてると思いますね、はい、若干のマイナーチェンジルールの変更がある現在のリングス公式ルールです。ローに合わせてカウンターの小手を狙ったハステル、さあスタンドの展開に再びなりました。中に入った小手タックル、上山がもう一回タックル狙い、嫌がりましたハステル、自ら立ってスタンドの勝負を挑んでいきます。リーハステル、はい、タックル入るのはいいんですけど、その後の処理がですね、やっぱりハステルが切るのがちょっと一枚上手ですね。あ、そうですか、はい、2発初手見4分です。この試合は20分1本勝負です。勝敗はギブアップ、ノックアウト、TKO、レフリーストップ、ドクターストップ、あるいは判定によって決まります。右の小手一発目に入りましたね。これは目に入ってしまいました、はい、膝をついた状態のリーハスデル、アクシデントにより一時中断いたします。試合を一時止めています。大事に至らなければいいんですが、ちょうど指が目に入ったんですかね、はいはい、先ほどから盛んにあの右の小手を繰り出していたハスデル選手、その小手にも影響が、あ、上山の反則負け、レフリーが試合を止めました。上山隆起の反則負けという声が聞こえてまいりました。4分18秒反則によりリー・ハスデル選手の勝ちでございます。熊久保さん、今のはちょっと故意じゃないですからね、はい、どうなんでしょうね。結局、ね、上山隆起選手の小手、その指が目に入ってしまった、それをレフリーは反則と取りました。金原さん、いかがでしょう。そうですね、まあ、アクシデントなんでしょうがないと思うんですけど、はい、まあ、レフリーの下した採点なんで、まあ、それを受けるしかないですね。まあ、もちろんあのリングスの公式のルールにのっとって行われているこの試合ではあるんですが、はい、まあ、ファンにとっては ね、 そうですね、ちょっと残念でしたね。まだ次やってもらいたいですね、はい、アクシデントですね。入った感覚がなかったんですけど、指が、まあ、切れてしまってたみたいなので、目の中か外だと思うんですけど、小手で切れたのかちょっと分かんないですけど、入った感覚はないんですけど、はい、すごいでも残念ですね。お互いそうだと思うんですけど、